皆さんこんにちは、メリークリスマスということで、今日はですね、撮影当日がクリスマスということで、サンタコスで実践をしているんですけれども、この動画のアップ自体はおそらくもう年が明けているかと思いますので、新年のご挨拶を皆さん2020年か明けましておめでとうございます。どうぞ本年もよろしくお願いいたします。はい、ということで第3回クラウンチャレンジやってまいりました。第2回も、チャレンジャーとして参加させていただいたんですけれども、今回第3回も私愛花がチャレンジャーとして選ばれましたので、頑張って実践したいと思います。ルール説明なんですけれども、制限時間55分間にノーマルタイプを実践し、5回の当たりをどれだけ早く引くことができるかという内容になっております。これから、マリエルの記録をですね、抜く以前にまずはミッションクリアと、そこから、頑張っていきたいと思いますので、どうぞ最後までご視聴よろしくお願いします。それでは実践始めたいと思います。クラウンチャレンジ、なんかですね、私2ヶ月前が前回クラウンチャレンジだったんですけれども、なんかカウンターの装飾が変わってますね。なんかめっちゃ可愛くなってます。あとあちらの方にも休憩スペースができたそうなんですよ。ちゃんとマッサージチェア15分100円、いい。しかもちゃんと向こう向いてるからリラックスできますね。なんか人のあれを気にせずに、漫画もたくさん充実してますね。休憩スペースができたということで、それでは台の方を見ていきたいと思います。はい、ではジャグラーコーナーを見ていきたいと思います。マイジャグ4のコーナーからまず見ていきたいと思うんですが、前回ですね、マイジャグ4すっごい状況良かったんですよ。で、今日も見てみると12、12、24の103分の1とかですね、あとこことかも15の9、24で135分の1、ちょ3000回転ぐらい回ってますね。でこちらが11と8、19のガサが148分の1、ちょっと一撃ワッと出て落ちたこんで感じですね。わで、ここが12と23の35、98分の1、こちらも約3500回転ぐらい回ってますね。なんか前日も3000枚、4000枚出てます。これ、こちらが昨日4000枚出てるんですけれども、今日が20と10の30で94分の1ですね。なんかあの前回と同じく今日出てるからといって昨日が出てないわけではなく、連日でいい回数当たりついてます。マイジャグ4は以上です。はい、ではマイジャグ3のコーナーですね。こちらも前回お伺いした時にすごい状況が良かったので、まあ実際にマイジャグ3で実践したんですけれども、こちらの台が3000回転の15と6、149分の1ですね。でこちらの台は5と12の104分の1ですね。でそのお隣も14と12、128分の1。そのお隣が綺麗に右肩上がってますね。12と13、110分の1。そして角の台が9と10の131分の1ですね。あんまりそんな、ね、下やろうっていうような台は今のところあんまり見受けられないですね。はい、では台を選んでいきたいと思うんですけれども、今マイジャグ3が、向こうに2台、奥に2台と、こちら1台空いておりまして、まあ、あんまり回ってないんですけれども、こっちの方がまだワンチャン1回、ね、単発で終わってるので、ここから豪快に5連目指したいと思います。これにします。ではタイマーもスタートしたいと思います。よーい、スタート。はい、スタート。前回ですね、まあ見ていただいた方はご存知だと思うんですけれども、失敗しました。マリエルの記録を抜くどころか失敗してしまいましたので、今回はもうね、ベスト記録を狙う以前にまずクリアするっていうところから始めたいと思います。
本日もですね、お昼ご飯あそこに行ってまいりました。コンピラ丸です。プリプリの美味しいタンパチのところですねに、カメラマンさんとアルプス西野さんと3人で行ってきました。で、タンパチと何食べてたっけ、あ、アジか、アジ食べてて、ご飯、丼みたいなやつ2杯おかわりするからビビりました。あ、やっぱ食べるんや、初めてご飯食べ一緒に食べたから、あ、やっぱり結構食べるんだなって思いました。でね、今日あのクリスマス当日なので、ツイッターに女の子とクリスマスにご飯を食べれたぜイエーイみたいなツイートして受けると。あとですね、ここが、こちらのホールさんが2ヶ月ぶりに来たんですけど、あれ、なんか違う、変わったと思って、何が変わったんやろうと思ったら、あれです、拡大ケースになってました。箱を使わない、その場でケースできる、めっちゃ楽ちんですよね。もうすぐ何枚か分かるし、で、なんたって大移動がめちゃめちゃ楽、拡大ケースが。ただやっぱその出玉感的なのはね、パッと見じゃ分からなくなりますけど、やっぱ打つ側としては楽、本当に楽です。あ、光りました、チェリー祝福357ゲーム、失礼しました、ビッグ358ゲームでビッグです。1ペガリゲット。はい、最初のペガリ終わりました。この時点で残り時間が35分25秒、こっから4連してくれればもう終わりですね。そううまくはいかないのは分かっています。で、ちなみに、まあ、抜けないと思うんですけど、参考までにですね、マリエルの記録が41分37秒です。なので私が13分23秒以前に、残り時間以前に5回ペカらせることができたら暫定1位。でも今日の私は1位を狙っていません。ただミッションがクリアできればいい、それだけです。罰ゲームがしたくない、それだけです。頑張れ、こっから一気に4連や。残り5分となりました。必要なのはあと4ペカです。え、やばい、マジで1回しか光ってないよ、実戦スタートして1回はちょっとひどくない？前回よりも悪くなってるし、はい、残り1分となりました。残り1分よ、残り1分よ、で4ペカよ、100無理なんで、とりあえず1ペカさせましょう。お願い、1ペカができるよね。あー、残り30秒、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、終わりました。結果発表したいと思います。どうぞ。クラウンチャレンジ実戦終了しました。イエーイ。はい、まず収支からいきましょうかね。投資が700枚、回収0、マイナス700枚です。
そして肝心のペカリ回数なんですが、ドゥルルルルルルルドゥーン、1回1回でした。クリアする前の以前の問題ですよね。前回の3回も超えれてない。5回どころか、もうダメだ。私なんでこう収録スタートした途端はめ始めるんやろうか、ずっと首かしげながら打ってました。はい、ということで罰ゲームがあるそうなんですけれども、今回はパイ投げじゃないということで、罰ゲーム何ですか？男性をドキッとさせる一言。じゃあ、はい。え？クリスマスプレゼント？あ、ダンス。